モンハンポータブルサードで初登場した天つまがつち、見た目を餃子とバカにされ、戦闘になれば火属性速射棒ガンで蜂の巣にされるバチクソ印象が悪い天つですが、実は装備は非常に優秀なんすわ。まず一式の性能ですが、切れ味レベルプラス1、力の解放プラス2、水属性攻撃強化プラス1、そして謎のスローライフ、食事に時間かかっている天つくんかわいい。またこの頃の切れ味レベルプラス1装備は一式でマイナススキルの生倉が発動することが多いんですが、モンハンポータブルサードで唯一発動しないのがこの天つ装備なんすよ。さすがはラスボス装備、優遇されているのを感じるね。ただし本体はクソ雑魚餃子。もう一つのメインスキル、本作初登場の力の解放は正直使いづらく、一式としては悪くない性能といった評価に落ち着く内容ですね。でもそれは一式としての評価、パーツとしての天つ装備はえげつない性能を誇っていたんすわ。頭腰装備は3スロ、足装備は2スロ持ちで、特に足装備はスロット持ちでありながら匠のスキルポイントがプラス5もあるんすよ。可能性の藤原の塊。胴体もスロットは0ですが、同様に匠プラス5持ちなんで、切れ味レベルプラス1を発動させる際には呪いの装備と化していました。何せこの見た目です、できれば採用したくない、うんこなんよね。そしてこのクソダサ装備を利用したモンハンポータブルサード最強のテンプレがこれ、シルソル光天。モンハンポータブルサードのシルバーソルといえば、同じく初登場の力の解放とは差が歴然の壊れスキルである弱点特攻を発動する装備で、一式で強い有能テンプレとしてかなり有名ですよね。ただしシルソル一式の場合は最強スキルである切れ味レベルプラス1の発動はほぼ不可能というのが唯一の弱点でした。当たり前だろ、技物もあって弱点特攻もある装備に切れ味レベルプラス1がついたらゲーム壊れちゃうよ。わらわらわら、つきます。え、切れ味レベルプラス1つきます。うわー、終わりだ。匠プラス5、切れ味プラス3という神尾間中の神尾間が必須ですが、頭腕腰をシルソル、胴体足を後転にすると切れ味レベルプラス1、技物に加え攻撃アップ中と弱点特攻が発動するバチクソバランス崩壊レベルのえげつないテンプレの完成なんすわ。ただし見た目は後転のせいで沈下す。なんなんその背中の輪っか、ビームでも出せよ。ちなみに後転はそのままに、バイク装備と同系統バイカ装備を2個積んだ構成であればスロ3お守りという条件だけで切れ味レベルプラス1と技物の両立が可能。しかし当然のごとく火力や防御は大幅に下がってしまうんで、真のプロハンであればこの装備を目指そう。というわけでクソダサデザインの代わりに環境トップクラスの装備のパーツとして最強の力を得ていた天つ装備でした。はい、今回はサンブレイクにめでたく復活した天つまがつちの装備の歴史を武器編防具編と交互に解説します。どうも餃子のタレは酢と胡椒の鍋蔵です。後から食べるラー油も入れます。防具の性能は非常に優秀なのが分かったと思いますが、武器の性能はうんこです。まあ防具に比べればの話ですが、基本的にどの武器も高武器倍率に鼻クソみたいな水属性、スロットなし、どうあがいても青止まりのしょうもない切れ味、特に水属性はマジでひどくて、どの武器種も10前後と非常に低いんすよ。双剣に関しては水属性が6しかなく、モンハンポータブルサードの全武器種中ワースト1位なんすわ。バケモンレベルの水ブレスを吐くモンスターの武器がこれ？カプコンさん？故に無属性武器として使うのが主な運用方法なんですが、マイナス 20% の会心率が足を引っ張る残念な性能になっています。しかも切れ味レベルプラス1でも青ゲージが伸びるだけなんで、その辺も物理重視にしては残念な要素なんすよね。とはいえ全武器種が雑魚なわけではなく、狩猟笛やスラークは結構優秀でした。狩猟笛もさっきまで説明した通り、なんとも言えない物理性能ですが、吹ける旋律がすごいじゃん。攻撃アップは吹けないんですが、高周波属性攻撃強化、聴覚保護&風圧耐性、属性耐性強化、属性やられ無効というサポートのゴンゲのような旋律にサポート笛マンはむせび泣くしかないんすわ。実は全く同じ旋律をウカムの笛が出せるんですが、あちらはそこそこの火力を出すのに結構なスキル数が必要なんで、切れ味レベルプラス1だけでそこそこ火力が出せる天つ笛は非常に優秀でした。
スラッシュアックスは武器倍率が全スラーク中第2位タイで、期待値自体は第3位ですが、これより上の2本は滅竜瓶や麻痺瓶なんで、強撃瓶のアマツスラークが実質最強の無属性スラークです。これ以外の近接武器は基本的に採用されることはないんですが、まあ2本も強いのがあれば十分でしょう。ボウガンはどちらも優秀で、なんとライトボウガンは属性弾4種に速射対応しているというバケモン。ダブル属性速射が猛威を振るっていた環境ではバランス崩壊、手間崩壊かと思われていたが、実際は特化した他のボウガンの方が強いってのが常識で、採用率は微妙なんすよね。汎用性で言えばバケモンですが、ヘビーボウガンも画面のような特徴があり超性能に見えるんですが、それぞれに特化したボウガンを運用した方が結果としては強いのが悲しい。やっぱ武器は特化してなんぼよ。脳筋最高。 4G にはアマツ自体は参戦していませんが、素材交換で防具のみ作成可能です。一式の性能はモンハンポータブルサードの時とほぼ一緒で、従来のスキル構成に快進撃属性が追加された G級版って感じの性能。モンハンポータブルサードと同様にスロットが2個あり、匠のスキルポイントが3もある足装備はシミュレーションにも引っかかる有能なパーツではあります。しかしこの装備の欠点として致命的なまでの作成難易度があります。なんと全部に古竜の大宝玉といった激レアアイテムが要求されるんすわ。しかもレア素材元のモンスターの通常素材まで要求されるんで、その面倒くささは異常なんすよ。しかもその割に性能はそこまでじゃない。弱くはないんですが、モンスターハンター 4G には他にも有能装備がいくらでもあるんで、趣味以外でこの装備を作る価値はないと、モンハンポータブルサードから一転かなり暴落したクソダサアマツ装備なんですが、モンスターハンター 4G 特有の GX シリーズは普通に有能。特に胴体が非常に優秀なんすわ。 1V で画面のようなスキルポイントになっており、これは前作モンスターハンター4で猛威を振るい弱体化された5倍ナルガの肝、ナルガ胴体をさらに強化したような性能なんすよ。これ以外の部位を同系統倍化にすれば、匠か装填数アップ、回避性能プラス2、回避距離アップ、研ぎ師にゴスロスキルが発動するんすね。この頃を同系と倍化構成にすると寄せ集めのぐちゃぐちゃスタイルになってしまいがちで、マジで見た目が終わっていたんですが、幸い GX 後天の腕と腰が同系と倍化なんで、そこまで見た目を崩さずに作成できるのは素晴らしいポイントですな。ただご覧のように火力スキルがほとんどないんで、快適性重視なのは言うまでもない。うかうかうや GXハンターなど強力なテンプレが多いモンスターハンター 4G ではあまり日の目を浴びない餃子装備でした。決して弱い装備ではなかったんですが、快適寄りの構成って結局淘汰されていきがちで、そこら辺が良くなかったかな。モンハンクロスでアマツマガツチが復活し、武器防具ともによみがえりました。アマツ自体がハンターランク70にならないと戦えないため、作成自体はかなり後。そうなってくると装備の性能に期待せざるを得ない。しかしこの餃子は期待を裏切るんすね。一式の性能は力の解放プラス2、回避性能プラス2、砥石使用低速化。おーん、匠はどこ行ったんだよ。そうなんすよ、多くの採用理由でもあった匠スキルがないんすわ。力の解放とかいううんこスキルに回避性能プラス2とクソオソ研ぎ野郎。しかもスロットはゼロ。まあモンハンクロスは全体的にスロットが少ない傾向にあって、これはしょうがないんですが、拡張性なしでこのスキル構成だと採用価値がないんすよね。モンハンクロスといえば黒炎王や人滅人をはじめに優秀な一式装備が多いんで、餃子一式を着る余裕はない。獰猛化素材を用いた R シリーズはスロットがある分パーツとしてはそこそこ、ただ結局は力の解放が軸であったり、武士道など強力なアクションで回避性能の恩恵が低いなど、パーツとして見ても採用する理由がほぼない残念餃子装備。そもそも力の解放が良くないよな。発動条件が5分間発見状態になるか、181以上のダメージを受けるかと少々面倒で、効果自体は最大で回心プラス 50%、 消費スタミナ75% 減と強いんですが、効果時間が90秒間とか微妙すぎだろ。そんなんでパーツとしての価値はゼロに等しいと言って間違いなく、初登場時を最後にどんどん価値が落ちてるアマツ装備さん、ラスボス餃子の威厳はどこに。あ、最初からはめられて死ぬだけの雑魚餃子だから威厳なんてないか。
モンスターハンター 4G では武器がなかったんですが、モンハンクロスで復活。モンハンポータブルサードの頃は一部の武器を除き、高い武器倍率を活かせない悲しい切れ味がネックでした。しかし本作のアマツ武器は切れ味レベルプラス2が必須ですが、わずかに白ゲージが出るようになったんすわ。これにより高い武器倍率を生かした一撃のパワーはとんでもないんすよ。特に体験はトップクラスの武器倍率240と、変わらずカスナ水属性16、これまた変わらない回心率マイナス 20%、 スロットなし、おなじみの性能で微妙なんじゃねえかと思われがちなんですが、それは切れ味が青止まりだったからなんすよ。白ゲージが出るようになったことで匠で白を出した際の期待値はトップタイ。しかもわずか10しか出ないバチクソ短い白ゲージも、手数が少ない体験なら絶対回避臨戦でフォロー可能。体験使いであればぜひ作りたい一本だったんすよ。ただしライバルがいないわけではない。それが武骨包丁、それの獰猛化素材を用いた強化先であるガマの大包丁アラトギが相手によっては上位互換になるんです。というのも水属性がある以外はアマツ体験と包丁のスペックは全く一緒なんですよね。包丁の利点は切れ味の長さ。切れ味レベルプラス2で10ゲージ分しか白ゲージが出ないアマツ体験と違い、武骨包丁はレベル2で白ゲージが40も出るんすわ。ゴミみたいな水属性が活かせない相手の場合はアマツ体験は序盤の買える武器に負けちゃう悲しい武器になりますね。いくら手数が少ない体験といえど切れ味は長い方がいいからね。まあ水属性がある程度通る相手であれば非常に強い体験なんで、防具に比べればアマツ武器は活躍の機会がしっかりありますね。もちろん以前も強かったスラークや狩猟兵は相変わらず強い武器ですし、他の武器も全体的に使い道がある良い性能です。ただ貫通矢が大幅弱体化され、それがメインである弓やしょうもないガンランスは雑魚です。ガンランス自体が弱いっていうのは禁句。モンハンダブルクロスでも防具は基本お察しです。上位の頃とベースは変わらず、デメリットスキルの砥石使用低速化が削除され、代わりに超回心が追加される形で一式の性能は落ち着きました。超回心の追加は大きいんですが、それ以外のスキルが微妙。超回心用のパーツとして使おうにも、一番スキルポイントが大きい腰装備でさえ超回心プラス3ポイント止まりで、しかもスロットは0。そもそもアマツ装備自体のスロット数が腰以外に1個ずつのみの計4個と鼻クソ以下の拡張性で泣くしかないんすわ。モンハンダブルクロスでインフレした装備環境でこいつが使われる未来はないのよ。獰猛化素材を用いた XR シリーズも回避性能と力の解放に特化した残念すぎるコンセプトを貫いており、採用理由を見つけるのが難しいんすよね。一応回避性能プラス7で1スロ持ちの頭装備や、本気プラス9で1スロ持ちの腰装備あたりがパーツとして見ればまあまあの性能でも、本気はともかく回避性能自体は有能なスキルなんで、積みたい時があるわけがない。なぜならモンハンダブルクロスは他の回避手段があまりにも強すぎる。武士道のジャスト回避や狩り技の絶対回避臨戦、さらにモンハンダブルクロスで追加された最強スタイルブレイブのいなし、これでもかというほど様々な有能回避手段が存在するんで、わざわざ貴重な枠を割いて回避性能を積む理由がないんすわ。これがモンハンポータブルサードの頃のような巧みに特化した装備であれば、あっちにこっちに引っ張りたこだった可能性があるのに、どうしてこうなった。というわけで、環境から逆行するスキル構成により、冷凍庫の奥で一生眠ったままになる冷凍餃子のように環境に出てこない餃子装備でした。冷凍餃子うますぎて草、おすすめは味の素ザ・シューマイです。 G 級になったことで紫ゲージが追加されるかと思われたが、どれだけ頑張っても白ゲージが伸びていくだけで、切れ味レベルプラス2でも紫ゲージは出ません。モンハンクロスでは強い感じがしたけど、モンハンダブルクロスでは残念武器か。ちょっと待てい、そう思うのは早すぎ剣心。 G 級進出にあたって素で白ゲージが出るようになってるんで、使い方によっては普通に使い道があるんすよ。ただしこの武器が優位性を持って運用するには、素でわずかの白ゲージ、これを活かすしかない。匠で切れ味を伸ばす運用の場合、他の武器の方が強いパターンがほとんどなんで、匠スキル不要の利点を活かすしかないんすわ。とはいえ10ゲージ分しかない白ゲージで戦っていられるのは比較的手数が少ない体験やハンマーぐらい。他の武器種に関しては採用の余地はほぼない、うんこ武器と言っていいです。まず体験ですが、匠スキルなしで見た場合は第7位の物理期待値で、水属性が通る相手であれば第1位の期待値が出るんすよ。
もちろん匠スキルありの場合はかなり落ちてしまうんですが、そのポテンシャルの高さはかなりのもんです。なんで匠がいらない分他のスキルに回すことで差別化していければ非常に強力な一本になるんすよ。切れ味レベルプラスに前提だと、なんとあのケチャワチャ体験に水属性武器としても無属性武器としても介護官になるという驚愕の事実。意味不明モンスの武器強すぎだろ。故に何度も言うように匠不使用でどれだけ火力を出せるか、これにかかってます。ハンマーも同様で、匠なし前提であれば全ハンマー中第4位の期待値を持っており、水属性ハンマー中第1位。ただしこれも同じように匠ありで計算すると、水属性ハンマーとして見ても第4位までランクダウンし採用価値を見出せなくなるんで、どうにか頑張って匠なし運用していきたいんすよ。ただしどの雨粒武器にも言えることなんですが、マイナス回心が足を引っ張り、今作人気の超回心構成とは相性が良くないのが難点。環境に噛み合わない割に差別化には非常に面倒い巧みなし運用を強要される、そんな武器が使われるわけあるか、ないです。というわけで数値的には優秀な武器種がいくつかありましたが、運用がだるすぎて霊圧は消えていきました。この作品で雨粒装備は最強になる。めでたく第5弾アップデートで復活した雨粒マガツチ本体はその魔改造っぷりにクソザコ餃子の汚名を返上。そして防具もモンハンポータブルサード以降はうんこ扱いされていたんですが、本作では唯一無二の壊れ装備になるんすわ。その一番の理由が専用スキルの転移無法。このかっこよすぎるネーミングのスキルがある武器種に革命をもたらす。まず転移無法の効果ですが、レベル1で30秒、レベル2で15秒間、敵との戦闘中に吹き飛ばされなければ発動するスキルで、レベル1、2共通で火ダメージ軽減、スタミナ消費軽減、早替えで切れ味回復、弾のリロードと様々な効果を内包しています。その代わりに吹き飛ばされたり敵と一定距離離れると効果が解除。つまり効果維持には無被弾を心がける必要があるプロハン専用スキルとも言えます。この効果で特にぶっ壊れているのは早替えによる切れ味回復効果。なんとシュピンするだけで切れ味がなぜか50ゲージ分も回復する謎の効果が巻き起こるんすわ。どういう原理か意味不明ですが、そういう効果なんだから仕方がない。シュピンするだけでいいんで手軽に切れ味回復が可能で、50ゲージ分と量も多いため研磨術 A との相性もいい。そして弾のリロードという不穏な文章、これにより救われる武器種が一つ。シュピンでリロードされるんならリロードが遅いボウガンのフォローができるってことと思ったんですが、早替えの時間はリロード速度速いよりもわずかに長く、スキルで装填速度を上げれば OK なんで大して救えずに僕は泣いています。この効果によって救われるのはそうガンランス。なんとあろうことか砲撃の弾や流行砲や爆光砲もリロード対象なんすわ。ということは砲撃によって切れ味消費が激しいガンスでも、早替えによってその切れ味を回復できて、しかもついでに消費した弾をリロードすることが可能で、さらに鬼火合気が答えだったガンランスにとっては早替えをするのは日常茶飯事で、うわー噛み合いすぎだ。これ以上に噛み合うスキルは他に存在しないレベルの神スキルなんすよ。レベル2運用であれば胴体と足採用で、さらに超回心レベル3がついてくるのヤバすぎ。献身スロットも合計4スロ4つに1スロ1個とバケモンすぎる拡張性に脱粉するしかない。転移無法をレベル3にすると、切れ味消費無効とスタミナ消費無効、早替えに状態異常回復効果付与と、さらに盛りに盛られるんですが、正直ここまで来ると過剰。現状よく採用されるのは胴体足採用のレベル2運用でしょう。ちなみに福間共鳴や隆起変換月光といった早替えの章を参照にした構成とは相性が悪いんで注意。最も輝くのはやはりガンランスと合わせた運用法で、動画などを探しても一番多いですね。もちろんガンランス以外でも胴体足装備の構成が普通に優秀なんで、福間共鳴や隆起変換月光を使わない構成であれば採用の価値は十分にある素晴らしい装備だと思います。ただし被弾をできないスキルなんで運用が難しいのが辛い。俺は合人剣までカチカチにするわ。防具と一緒に雨粒武器も大幅にインフレしたんすよ。特徴であった高い武器倍率そのままに、沈下スイカであった水属性値が40から50台と大幅強化され、ボロボロだった切れ味も素で紫ゲージを持つなど、以前の要素がみじんもない強化が施されているんすわ。
特に話題になっているのは体験とガンランス。まず本作の雨粒武器の特徴として鉄柱主義の威力 1.1 倍があります。これによる恩恵がでかい武器ほどやばいことになるんすよ。そう、一矢化成の構え、これなんすよ。構えからの死んだ目に 1.1 倍補正が乗るんで頭ぶっ壊れ精神崩壊案件です。ライバルとなるのはエンサマガドの無断王でしょうね。マイナス回心を考慮しても雨粒体験の方が物理期待値は上ですが、無断王は爆破属性を生かして蓄積時攻撃強化スキルの 1.2 倍を乗せれるんすよ。ただ蓄積時攻撃強化は毎回発動するわけじゃないんで、構えを多用する立ち回りかどうかでどっちが上かは変わってきます。とはいえ最終的に怪異強化により雨粒体験は水属性が90を超えるんで、水属性が全く通らない相手以外には最強の一本になると思います。ま、呼吸をするように構えを成功させれるプロハンの話ですが、ガンランスは想像の通りフルバレットファイア特化運用、これしかない。怪異強化で数少ない放射型レベル8のガンランスになり、スキル干渉の登場でノラでフルバレットファイア連打しても地雷行為じゃなくなり 1.1 倍の威力補正が乗る。こんなフルバレットファイアぶっ放しまくるしかないだろ、男だったらよ。もちろん女性もか。新装備の克服シャガルの恐竜書かけりと風間という合わせて常時フルバレットファイアをぶっ放す変態と化す。しかも天衣無縫も詰めば最新要素てんこ盛りのトレンド装備にもなる。おー、気持ちいいね。はい、ご視聴ありがとうございました。雨粒装備が非常に話題になっているんで、その装備の歴史をまとめました。他の動画の視聴、高評価、チャンネル登録、メンバーシップお願いします。